D ラブルレスの鈴木です。今回はプラグインアライアンスからリリースされているアダプターオーディオのスカルプトをご紹介してみたいと思います。このスカルプトはダイナミクスプロセッサーということなんですけれども、純粋なダイナミクスコントロールだけではなくて、画面にも見えていますが、トーンやトランジェントなどもコントロールすることができる本当に総合的なダイナミクスツールという感じに仕上がっております。まず代表的なプリセットをいくつか聞いてみたいと思います。はい、こんなサウンドを作ることができるようなツールになっております。まずスカルプトのユーザーインターフェースから見ていきたいと思うんですが、画面の一番上の部分、こちらにゲインヒストリーグラフといって、再生するとそこの波形がこのように表示されます。その時に画面上波形3色で表示されています。白いラインとオレンジの部分と青い部分、白いラインが最終的な音量感を表していて、ダイナミクスが潰された部分が青く、逆に広げられた部分がオレンジで表示されるという仕組みになっています。ですので、スカルプトをかけることによってどのように原因が変化したのかというのを視覚的に捉えることができるという、そういう仕組みになっています。そして画面の中央部分が主に使っていく音作りのパラメーターということになります。このスカルプトはコンプアップ、コンプダウン、トーン、トランジェント、この4つのプロセッサーを並列処理してサウンドを作っていくんですけれども、それぞれ選択したものの拡張パラメーターがこのように上に表示されるようになっています。そして各モジュールごとにそのモジュールを有効化するのか、そのモジュールだけソロで聞くのか、ロックする、これプリセットなんか使うときに便利ですね、に使うのかとか、原因の変化量のレンジなんていうのをここでコントロールすることができるようになっています。またこちらの大きなつまみというのは、各モジュールにおいて最も重要なパラメータがをここでコントロールすることができると。ですのでコンプであればレシオですし、トランジェントはかかり具合なんていう具合になっています。そして画面の下側、こちらトーンエリアといって周波数ごとのコントロールをするセクションになっています。ここの使い勝手は本当に EQ と同じで、例えばコンプレッサーの場合ですとサイドチェーン EQ として働きますので、どの帯域に対してこうかけていきたいのか、逆にかけたくないのかなんていうのをコントロールすることができます。そして画面の右側がメーターやマスターセクションという形になっています。で、注目していただきたいのがこの画面の右下の部分、こちらにオートゲインという機能がついているんですけれども、こちらを有効化することによって常に一定の音量でサウンドを聞くことができます。どうしても音量が大きくなると迫力が増したようなサウンドに聞こえてしまいがちということもあって、正しいダイナミクスコントロールをする上で常に一定のボリュームで聞くよというのはかなり重要になってくるかと思いますので、こういった機能はかなり便利かなと思います。画面の下側、プリセットであったりオーバーサンプリングの設定などができるようになっています。そして最後、画面の左下のこのスパナのボタンを押すことによって、プラグインのユーザーインターフェースのサイズであったりカラーを変更することもできるようになっています。ここからは実際に各モジュール見ていきたいと思うんですが、まずはオートゲインの設定をしてしまいましょう。基準値となる音量を設定していきます。アナリスのボタンをクリックすると検出モードになりますので、この状態でサウンドを再生していきます。はい、検出終わったら停止。これで今の音量感というものがラーニングされた形になります。楽曲によってはセクションで結構音量差があるというケースもあると思いますので、そういった場合には ABCD4 つのスロット、それぞれでレベルを設定しておくといいかと思います。検出した音量自体はファイルとしてセーブしておくということもできますので、場合によってはこういったものを活用してみてください。では各4つのモジュール細かく見ていきましょう。まず一番オーソドックスなのがこのコンプダウン、これが一般的なコンプレッサー、つまりスレッショルドで設定したよりも大きな信号を圧縮していくよと。パラメータとしても非常にシンプル、スレッショルドレシオ2、そしてバウンドというちょっと見慣れないパラメータがあると思うんですけれども、先ほどここでご紹介したレンジ、これをさらに細かく設定することができるようなイメージで、原因の変化幅を細かく設定することができます。では実際に鳴らしてみましょう。ちょっとレシオを高めにして分かりやすいように潰してみたいと思います。スレッショルドを下げていくとコンプがかかっていくよと。で、その時にどれぐらいのゲインレンジの中でコントロールするのかというのをこのレンジのパラメータ、そしてこのバウンドというところで設定することができるようになっています。
このスカルプトを使う上でどれぐらいのゲイン幅の中でコントロールするのかっていうのは一つ大きなポイントになってくるかと思いますので、この辺の使いこなしっていうのが重要になってくるかと思います。またこのコンプレッサーモジュールに関してはエクスパンダーとして使うこともできるようになっています。こんな感じですね。で当然アタックタイム、リリースタイムをコントロールすることもできてきます。そしてここに AR アダプトというなかなか見慣れないパラメータがあるんですけれども、このパラメータを使うことによって周波数ごとにアタックタイム、リリースタイムの補正ができるようなイメージです。この数値を大きくするに従って周波数が下がれば下がるほど反応がゆっくりになっていく、つまり自然なダイナミクスを得ることができます。逆に 0% にしてしまうと周波数の聞こえ方関係なく一定にかかってしまいますので、はっきりとした潰れ方をしてくれるようなイメージです。こちらもちょっと聞いてみましょう。まずは 0%。 というような設定をすることができます。そしてこのコンプレッサーモジュールの最終的なボリュームを調整するメイクアップボリュームと、あと MS プロセッシングですね、ミッド信号サイド信号どちらを中心にかけていくのかというコントロールができるようになっています。また各モジュールごとにプリセットが用意されていますし、自分で作った設定を保存しておくなんていう使い方も当然できてきます。そして画面の下側ではサイドチェーン EQ を使うことができますので、キックドラムでコンプをリダクションさせたくないなんていう時にはこのようなセッティングを行っていただくといいかと思いますし、ハイハットやシンバル類に少し大きめにリダクションかけたいななんていうことも当然できてきます。本当に EQ のような感覚で直感的に操作できると思います。ローとハイのシェルビングとピーキング、そしてチルト、この4つのパラメータでコントロールすることができるようになっています。続いてコンプアップのモジュールを見ていきましょう。少しここが特殊なんですけれども、一般的なコンプレッサーと真逆の働きをする上向きコンプレッサーと言われるものですね。まずはグラフで見てみましょう。レシオを上げてみると、はい、こんな風にかかってきます。つまり先ほどのコンプレッサーモジュールをコンプレッサーモードで使う場合は下方向の圧縮とエクスパンダにすると上方向のエクスパンションになるのに対して、コンプアップの方ですと上方向の圧縮と下方向へのエクスパンションという挙動になるわけです。なかなか言葉だけだと分かりにくいと思いますので、サウンドの変化聞いてみましょう。といった具合に音のサスティンの部分、余韻の部分のコントロールするようなイメージです。これが変わることによって楽曲の中での音の太さみたいなものをコントロールすることができると、そんな仕組みになっています。ついているパラメーター自体は一緒です。続いて3つ目、トーンセクション行ってみましょう。こちらはその名の通りトーンシェイピングを行うパラメーターで、パラメーター自体は非常にシンプル。チルト、こちらで帯域ごとのかかり方をコントロールしつつ、それぞれどういったディテールでサウンドを作っていくのかなんていう形になっております。なんていう感じです。使い方によっては特定の範囲だけをコントロールしたい、ディエスター的な使い方もできてくると、そういうモジュールになっています。そして最後トランジェント、こちらは音のアタック感をコントロールするパラメータです。右側に回していくとアタック感が強調されてきます。逆に左側に行くとアタック感が失われてちょっと柔らかめのサウンドになってきます。フォーカスではその素材のどれぐらいの強さのところに対してこのトランジェントをかけるのかをコントロールすることができます。またエクステンドのは長さですね。セッティングによってはアタックがパチンと出すぎてしまうなんていう時にはこのソフテンのパラメータ
を調整していただくことによってアタック部分の強烈なトランジェントっていうのを抑え込むことができてきます。そしてマスターセクションでは全体のドライウェットと MS のコントロールというのもできるようになっております。という具合に一つ一つはそこまで難しいものはないと思うんですけれども、最終的に組み合わせて考えていくっていうのが非常に重要になってくるかと思います。ですので使用する場合には今のサウンドどうしたいのかっていうのをもう一歩踏み込んで目的を明確にして使わないとちょっと迷ってしまう、何をどうしていいか分からなくなってしまうっていうケースもあるので、その辺は注意が必要かなと思います。まずは読み込んでいただいてプリセットをめくっていく中で大まかなサウンドの方向性というものを決めてしまって、そこから微調整していくっていうのもありだと思います。あと前提としてこれはここまで見ていただければ一目瞭然かと思うんですけれども、各トラックにインサートして積極的にサウンドメイクを行っていくというダイナミクスプロセッサーではなくて、最終的なダイナミクスを整形していくようなマスタリングの最終段階でダイナミクスを追い込んでいきたいなんていう用途で効果を発揮してくれるプラグインになっているかと思います。ということで今回はアダプターオーディオのスカルプトをご紹介してみました。今後もプラグインアライアンスの各製品であったり音楽制作に関する様々な動画アップしていきますので、チャンネル登録や高評価もお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。